サッカー日本代表を率いる森康和監督が、パク・ハンソ監督がベトナムサッカーのレベルを上げたと称賛した。日本はベトナムと24日午後10時、アラブ首長国連邦ドバイにて、アジアカップ8強戦に臨む。試合を翌日に控えた23日、公式記者会見に出席した森守監督は、昨年、 アジアカップでベトナムに敗戦を喫した。しかし、負けた試合に対して特別な感情はないとし、パクハンソ監督は U213 代表チームに続き、A 代表も E チームに作り上げたと評価。その上で、日本は優勝するため、ここに来た。新しい選手たちは試合を大ごとに学び、成長しているとし、 ベトナム戦は厳しい試合になるだろう。よりベストを尽くす。4連勝を記録したことで、選手たちは自信に溢れていると力強く語った。